インディアス数機会議は新大陸におけるスペインの植民地に関係するあらゆる事柄について国王を補佐するために1524年に設立された官僚組織である。16世紀から17世紀を通じて新大陸における国王諮問機関として最も重要なものであった。インディアス数機会議の初出は1511年のフェルナンド2世の時代で カスティーリア数期会議内に設けられた。これは1524年8月、カルロス一世によって国王直属の数期会議に格上げされ、インディアス数期会議となった。1542年にインディアス新法が制定されると、その中にインディアス数期会議の機能と目的について初めて規定され、1571年9月24日、フェリペ二世によって、 直令で定められた。18世紀初頭に入ると、フェリペ5世によって、海軍内にインディアス省が設置され、インディアス数期会議の活動範囲は、司法関係のみに限定されるようになった。その後1812年のカディス会議によって廃止が決定された。フェルナンド7世によって一時再建されたが、1834年に、それも廃止された。会議の議長び、 議員の任免は王室によって行われ、その他の管理として弁護士、弁務官、世界史学者、数学者などが携わった。植民地地域における行政、立法、司法の権限を有し、国王に代わって植民地関係業務を取り仕切った。現地機関であるアウディエンシアは、インディアス数機会議に職務を報告する義務を持ち、またアウディエンシア同士の係争や通商員との 諸問題をも、管轄都市、また、植民地の管理や行為聖職者の任命権も有していた。非任命者の監視は、インディアス数期会議が追っていたため、巡察りの派遣なども取り行っていた。ありがとうございます。